その上で通信障害により119番への通報に支障が出たことについては命に関わりかねない影響が出たことは極めて遺憾であり事態を深刻に受け止めていると強調しました金子大臣はこれまで重大な事故に当たるとの認識を示していて KDDI 側から30日以内に報告を受けることにしています。